さあ続きやっていきましょうか。ブルーホースでございます。前回はね、恐ろしすぎる館、なぜか巻き込み事故を食らったドナーからね、なんとか脱出することが、She's so little. 今は無理だけど Hard to believe one day she'll be old enough to share a bottle of wine with her old man. そう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 、前回パートでね、なんとかドナー邸を抜けることができて、で今やっとこれはウィンター漬けですね。半年間だけ住んだウィンター漬けに戻ってきて、あーなるほど、こういった蚕を飾り付けワイン OK で、もう一つのプレゼントを用意する、書斎を、このプレゼントを見るっていうのが多分あれだね、きっとこの家から脱出するため、脱出というか、まあ次の展開に進んでいくために必要なことなんだろうな。飾り付け、じゃあワイン以外にもあとなんか他調べられるものがいくつかあるって感じ。お、ミルク。ね、She just cannot get enough of this stuff. そうなんだね、そうなんだね、半年ぐらいの。But Dad would feed me as soon as I started crying. 食いついたら話さないでしょーって。私全部飲み切るんだもんって。で、わあ、使った後はすぐ洗った方がいいと思いますよ。油がこびりついちゃうからね。排水口詰まるしね。じゃがいも、アボカド、キャベツ。なんだろう、ポトフじゃないよな。ポトフでもないもんな。何を作るんだろう。ちょっと、これ使える。こっちはまだ早いから行かないで。ここ、そうそうそう。このベビーフードね。これ大好きなんだよね。Rose is such a picky eater. 確かにね、うちの子もね、まあ今1歳半になったけど、ローズとね、8歳、8歳じゃない、ローズ8月生まれの、うちの子は2月生まれで、日本の小指で行くと同級生なんですよね。だから、まあ半年違いなんだけど、うん、フルーツすごい好きなんだね。ああ、半年の頃って離乳食は食べるけど、確かまだ、あれだよね、自分で食べられないから、パパママに食べさせてもらわないといけなかったりするんだね。あとなんか調べられそうなところあるかな。特に今のところはなさげだね。うん、大丈夫そうかな。他、イーサーの声聞けるところがないか。OK。あ、ここでセーブできたんだ。じゃあセーブしとけばよかったね。ちょっと連続撮りしてます。外の世界が見えている。とか、なんでこんな黄色いんだろうね。あ、車ある。これ、いや、さっきの車あれね。あの、イーサンじゃなくて、クリスの車じゃないの。Take a look. 2階何があるの？シャワーがあります。鼻が詰まってきてやばい。さすがにここでローズ関係のものはないよね。あ、でもこれローズを洗うときってもう、浴槽がないってこと、ずっとシャワーで洗ってたってことかな。あ、これ普通に聞ける。ドラ手にはなかったもんね、さっきのね。This tune has always been special for the family. そんな怖いものばっかりしちゃうのよ。I think I've heard this before. なんだか懐かしい。It's pretty. ねえ、こういうなんか思い出の音楽みたいなものって特にないよな、うちはな。娘に何を聞かせてあげるかってすごい大事だよね。調べる。イーサー、2月2日、ローズにとって初めての記念日、とびきり可愛いケーキを作るつもりよ。あなたも期待してて、これからお祝いの旅に特別なケーキを作ろうと思ってるの。写真を撮るのはもちろんあなたに任せる。私たち家族のアルバムが分厚くなってくるのは楽しみね。2月2日が初めての記念日、ハーフバースデーだから8月2日が誕生日になるってこれ考えているのかな？多分そういうことだよね。うん。だったと思うんだよな。気のせいだったらごめんなさい。違う。え？2月2日が初めてハーフバースデーの、ね、1歳の誕生日だったとしたら、このローズとうちの子同級生ですとかって言ったら嘘になっちゃうんだけど、多分8月生まれであったと思うんだよな。開ける、あれ、プレゼントあるな。これが書斎だった。実はあれ、ここ書斎違うよね。奥のみんながいる部屋、あ、なんか今あった、あれ今なんかあったよね。あれ手紙じゃない何かを指してた気がしたんだけど、なんか浮いてる。なかったね。ドアを閉めるだけだった。OK、じゃあここで、ここ私の部屋、そう、あなたの部屋です。まあ、全員の部屋ですね。うん、開ける、閉める、特にない。で、ここで寝てた。She's growing so fast! そうなんだよね。Getting bigger every day. ものすごく早くて、肉体的な。だけじゃなくて、その
アクションって言ったらいいの、そうできることがこう日に日に増えていったりするっていうのがすごいね、見てて楽しい。だから歩けるようになったりとかもそうだし、さらにその前で寝返りを打つとかさ、ハイハイし始めるとか、捕まり立ちをするとかさ、捕まり歩きをするとかさ、そういうのを調べる。写真で。I wonder if she'll look like me when she grows up。でちょうどね、ちょうどね、本当うちのこの見た目もこんな感じなのよ。一回そのアトピーみたいな感じで、ちょっと皮膚が、あ、引き出しの鍵。ほう。これは調べて、あ、なるほどね、これか。これ開けなきゃいけないんだけど、今まだちょっと開けちゃダメな気がするから後にしよう。2月2日。そうだね、ハーフバースデー。そうだね、あっという間の話してた。この時間の気持ちを。この瞬間の気持ちを記録しておきたくて手紙を書いた。少し感傷的になったかもしれない。誰か見られたら恥ずかしいから、今は机の引き出しの中にしまっておこうと。うん。すごい。写真がいっぱい飾ってあっていいよね。そうなんだよな。うち賃貸だから、こう壁掛けの写真立てみたいなものとかってできないんだよね。こういろんなさ、ユニバとかアンパンマンミュージアムとか、なんかそういう、なんか、テーマパークじゃないけど、テーマパークか、みたいなところとかで撮った家族写真なんかを飾って、いろんなところに飾っておきたいんだけど、壁掛けができないからね、穴開けるわけにもいかないし、あの引き出しの中の手紙を読む、手紙？なんで手紙って言った引き出しの中のプレゼントだね。あのメモ読んじゃったから手紙って思っちゃったよ、メールか。I know. 少し早かった。She's probably a little too young for this.I wonder how we played with this. これ、あれ、このプレゼント、あれじゃこれ違うよね。これじゃないよね。あの引き出しの中になんかその潜んでるというか、忍び込んでるというかっていうところだよね。オッケーオッケー。じゃあその手紙を読みに行きましょう。これ手紙だったらなんか先読みしちゃったみたいな感じ。でもこれ中入ってるのなんだろうな。ハンドガンとかだったりしてな。将来お前はこれやっぱ手紙だったね、これを使って戦うんだみたいな。調べる。じゃあ手紙読んでいきましょう。誰かの手紙、お父さんに決まってんじゃん、ね、さあ一体どんなことが書いてあるのか、今からワクワクでございますね。 Happy half birthday, Rose. My gift to you is a promise. I'll always be there for you, no matter what. I'll be there every birthday to watch you blow out the candles on your cakeI'll be there to make you breakfast and walk you to school every day. I'll be there when you have a bad dream and sing to you until you fall back asleep. I'll hug you tight when you're troubled or worried and tell you that everything's gonna be all right. You are my precious rose. Never forget that, Dad. You want to see you? No!Isn't here. ああもう最悪だこいつ、本当に最悪なタイミングで出てくるな。もう You don't have the purifying crystal? このクソガキがすごい移動してるし、分身の術汚ねえ。ローズごめんなさいね、あの本当に自分の娘に向けて僕自身も書いたつもりで、なんかこう送ったつもりでいいのか想像したら、もうちょっと涙が止まらなくなっちゃって、で感傷に浸ろうと思ってたところにこいつが現れて、もうすっごい台無しにしやがったっていう感じなんで、誰もお前らに気持ちしない。それは何、自分に向けて言ってるのかな。おお、ちょっと待って、急な操作。あれ、今までなんかもう急にさ、おお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 お、私が先だったのに、これ先って、こっち、で、どうしてお前が選ばれたんだ。ああ、私が特別だから、リリーさんの娘だから。こっちに進んでいく。あ、ちょっと進めない。あ、ちょっと進めない。戻る。戻れない。ちょっと待って。おお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 お
お母さん大量発生、まさかのお母さん大量発生、うっそー、いやーお母さんの愛情を受け取ってるから私は一人ぼっちじゃない。え、 You are lost。 ちょっと、あのね、え、エブリン、まさかの、え、エブリンと、おお、こういうこと、飲まれちゃえ。だから、あの、どんな巻き込み事故案件なんだろう。くそ、誰、あ、そっか、そういうことか、わかった。さっきのやつを解き放って、金閣打ち壊して、で、戻らなきゃいけないんだ。戻って、次、そうだよね、こっち行けないもんで、ベッドルームから脱出すると思って、違ったり、あ、で、台所は進めない。おお、ちょっと、待って。おお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 おない、あれ、嘘、張り出さ、嘘、小さい時にやったら、なんか、ブチュンって、そう、友達、そんなに友達、こう、いらない、友達、こう、いらない、ちょっと待って、これ、やばいぞ、抜け出せ、逃げる、ねえ、どこに行くつもりなの、もう、帰ります、もう、現世に帰ります、もう、決勝なんかいらない、決勝はいるけど、決勝、おー、行った、家族じゃないですよ、あんなの。家族はあんな関節カクカクしないっすよ。逃げろ、死ね、死んじゃえ、いや死なね、生きる。どう、おー、これちょっと待って、向かってきてるよね、多分向かってきてるよね。ズッ、オッケー。で、急いで、あれちょっと待って、おい、だるまさんが転んだって知ってる？こっち向いてると大きい、沈みます。え、これどっからいらるんだろう。マジかよ。あれ、ちょっと待って、だるまさんが転んだって知ってるって言ってさ、あ、待って待って、だるまさんが転んだって言ったらさ、こっち向いてるって動いてこない、あの、踊ってる、踊ってる、違う、逃げろ、私が先だったのに。いや、先かどうかじゃないんだよ。お前さ、愛してほしいって言うくせにさ、自分が愛さないでしょ。なんかもう、出来損ないだなんだって言われてるからって言って、それに関しては、マジで、あのね、漫画で市役所を読んだ方がいいと思う。子供ってどんなに親からこう、やられたとしても、最終的に愛を自分から伝えてるんだよ。子供、あのね、3、4歳の女の子供でもね、そういうことができるんだよ。貴様、7、8歳くらいの女の子だろ？もっと上か、10歳くらいなのかな？わかんないけどさ。ホワイトソース。これは、あれなんだな、確定室なんだな。だからあのギリギリの状態の中、生き延びていけなくていけないから、そういうオチなんだな。痛い。痛いけど、小さい時は2発でやられたけどな、でかい時はな、切っているんだよ。で、どこに行くと思われたから帰るんだって。ホワイト掃除されて、で、家族来た、家族無視。もう、あんな家族いらない。あのね、プールは一人で入ってください。潜水は一人で一緒に行ってください。私はもう、あの、一人で入れるお年頃なんだから。で、ジュイーン。で、やっと行ってからのもう一回、シュイーンドン。で、2発やったから、これでもう脱出する。あ、オッケー、ムービッシュ。いや、お前は無理だ。愛されたい。おお、また近づいてきた。They were supposed to die and join me here!死んだ結果、誰も愛される人がいないから、あなたが愛されると思ってたとしたら、優先順位が相当低いってことだね。じゃあ、やっぱりいらない存在ってことだよね。邪魔はしてなくて、勝手になんか感情的になってるだけなの。マイコー、2回。出てこられたんだ。出てこれました。例えば、この地下にいるときに、ずっとあれだよね、助けてくんなかったよね。エブリンが原因だ。結局、エブリンが、なんだ、この、浄化結晶を取るのに邪魔になっている元凶だったっていう、そういう考え方でいいのかな。このままでは館から出られない。ほう。どうしたらいいですか。
であの子を抑え込む。戦うってこと？まさかの。エブリンが弱ればもっと協力できる。ああ、マイコが助けた。持っていく。何、ショットガンか、ハンドガンかぶち込むってこと？あ、違うな。フラスクが、あれ、薄めた。ちょうど5つになった。これ回復薬だよね、多分。回復薬取れない。回復薬が取れない。回復薬。ああ、いけた。で、気をつけていけ、気になら行ける。ああ、じゃああっちに行ったらなんだ。ってことは、ちょっと区切りがいいんで、一旦セーブして、これ使いたい。これでバシコンと打ち込むのもいいんじゃないか。まあいいや。一旦まあちょっとここでセーブをしておいて、このまま続きやっちゃいます。OK、戻ってきた。セーブして戻ってきましたんで、続きやっていこう。もうここに飾ってある武器とか使えないのかな？それがやれるのが一番手っ取り早いんだけど、あと拾えるもんない。気をつけていけ。君ならできる。じゃあ、力を使って、ちょっと待って、力使えてないよ。全然使えてないよ。力無視すか？でも、よくないやっぱり。近づいて、痛い！親子一瞬飛んでってる感じ。全然あれ、ちょっと待って、痛い。ちょっと待って、全然倒せないんだけど。あれ、力を使えって言われて、おっと、ちょっと待って、痛い。力尽きた。これもユアロストですか。デッドではないんだね。幻覚の世界だからデッドにはならないんだね。なるほどね。え、ちょっと待って、倒し方が分かんなかった。気をつけていけって言われたけど、何？最初食らわない？そっから、そういうことか。しかも遅いわ、獅子が。違うな、俺が行くのが早すぎた。まあ、ごめんなさい、マイケル。そう、油断、違う。隙ができるまで待つんだ。ことはラブじゃなくてライクだけどね。違う、そういうことじゃない。また油断だ。再び。あ、エブリン強い。この力とかエブリン普通に強いんだよね。だってさ、これ今精神世界の話だからさ、あの、なんか波動拳みたいなことやってるだけだけどさ、本来さ、人間の精神世界に乗っ取ってさ、操ることも人間違いとか、自分に都合のいいような人間に。こう変えていくことができるじゃないでしょ。全然強いよね、それは。力を使え、あ、今か。あ、なんか、三撃ボンボンボンって言った。あ、いた。オッケー。まだ来るの、注意しろ。次どこに行く？あ、後ろかよ。どこ行った？あんなところか。ローズ。オッケー。よし。消えるんだよな。完全にお化け化してるんだよな、これな。ちょっと待って。めっちゃ近い。痛い。くるくる。目の前に現れた。目の前にローズが現れてる。野生のローズが現れた。衝撃波っていうポケモンがあったっけ。今度どこ行った？どこにやられた？こんなのおかしい。痛い。あ、痛い。上に。中に。ちょっと待って。掴めんし。痛い。やばい。抜き込まれてない。あれ？ああ、なったら終わりな気がしたんだけど。ドゥン。危ない。で、足元に注意しよう。ディクソコライどっちだって言いましたね。ディクソコライだったから愛されないでさ、ちょっと待って。これ分かった。なんか階段か何かがあるから、俺から見えてないだけで、本来の世界ではあるんだよ、こういうのって。足元注意しろ。え、何これ、なんか黙ってきてるのかな。見えるよ。見たくないけど、見える。あの、パンティーならぬ、おパンチュが見えちゃうよ。で、こっち、あ、ちょっと、しまった。まだ金閣が1個破壊できてない。油断大敵雨やられたんだよ。こっから攻撃食らわせられない。あ、だからすごい、だんだん迫ってきてる。あれ、狭くなってきてる、これ。やばい。お前ばっかりずるい。痛い、ずるい。ちょっと
別に気を取られてる間に攻撃するなんてずるい。ちょっと近づく近づく近づく。 You're worthless! Nothing! ダメージ強くされてない、強くされてないかどうかお前が決めるんだね。でも現世にいんないじゃねえかね。おいってめえはクソ。そうだよね、そうだよね、そうだよね。ありがとうございます。それを痛い、うん、痛い。これ死ぬんじゃねえかね。シャハン消えたし、こちら、オッケー。で、どうして私じゃないの？君は、だって可愛くないし、おっぱいがないからね。よっしゃ、これ3回目だからこれでクリアなんじゃないか。よっしゃ、来た。あ、急に土下座タイム。急に DGZ。だから誰も愛してくれない。What now?愛するよりも愛したい街で。このなんかじゃあね、ぬるぬるしてるやつの正体、実はエブリンだったってこと？エブリンがすごい説。終わって終わり。いやー、めっちゃ中にできてるエクソシスト。おーおー、落ちていく。あれ違う、押された。あ、え、 Don't give up, Rose. Find that crystal. 爆弾。今のイーサンだよね、あのパーカー。だってコート脱いだ時のイーサン、あんなパーカー着てなかったっけか。気づきます。これがよ俗に言うゾーンに入ったやつですね。沈みます。あ、ローズ、つまりそういうことだったってこと？え、ま、マイケルイコールやっぱりイーサンだったっていうオチ？な、ま、なんとなくそういうオチだろうなって予想はついてたけど、そういうことでよかったっていうことなのかな？あれでも、あれで文字から具現化されたイーサンが出てきたってことは、つまりはもう文字で助けてくれるっていうことはありえないっていうことなのかな？え、イーサン出てきて、こんにちは、もう会うことありませんってか。そんな悲しいお茶ある。どこなの？村だね。村やってきたね。ほう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 。Rose, look out! 現状、あの時。He saved me. 私をかばった。そうなんだよね。あれ、でもさ、あれかばって、エブリンから離れることは成功したけど、エブリンを倒すことはできてないから、またエブリン出てくるんじゃないか。Michael? そういうことでいいの？My dad. マイケルは Don't give up, Rose. まあ、Find that crystal. いいんじゃないかな。諦めの結晶を見つけろって。だってあの声が一緒だったもんね。Because of him. 彼のおかげで助かった。そう、助かったんですよ。ありがとう。I can keep going. なんだけど、でももうマイケルの助けを得ることはできなさそうだから、こっから一人ってことだね。あ、武器戻ってる。お帰りなさい。Welcome back.ホワイトソーセージ。あー、そこ弾全部つぎ込んじゃったから、もう、半弾ねえし。うわぁ、きつー。フラスク4つ。なんか中途半端だね。なんかもう一個くらいフラスクなんか手に入りそうな気もするけど。I'm on my own, but I have to keep going. 先に進まないと。その通りなんでね。これあれだよね。これ、この声ってどこや？これまっすぐ行くと、あ、まっすぐだから、あの例の村だから、最初になんかガッチャンガッチャンになって、タンスの下をくぐり抜けゴンゴンのところの小屋のところだね。このタンスっていうか、引き出し机はどっから出てきたんだろうね。まあ、多分いよいよ佳境を迎えるところまでやってきたんではないかなというふうに思いますので、まあ一旦区切りがいいから、この辺りで終わりにしたいというふうに思います。ということでね、無事エブリンから抜け出すことができた。よかったっていう方はですね。チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、応援していただけると嬉しいです。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ハンドガン乏しいので、ショットガンガンガン使いながらね、次パート進めてやっていきたいと思いますんで、お楽しみください。ということで、本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。